はい、皆さんどうも、さんまチャンネルのさんまです。じゃあジャッジアイズ続きやっていきましょう。で、前回、強霊界のね、アジュに行って、村瀬をボコボコにして、羽村が、ものアリバイがある程度実証されましたね。まあその報告ですね。まあアリバイがあってアリバイってか、うん、0時の時点ではアムールにいなかったよっていう証言が取れました。まあ村瀬自身は協力しねえとは言ってますけどね。え、今日も車に歩けるよいしょっと。まあそれをね、新谷に報告に行きましょう。じゃあ早速源田の事務所まで行きましょう。わあ温めといてくれ。ちょっとね、今たまたま事務所の近くで喧嘩売られたんで焼き入れてやりましたよ。しばらく寝とけって。ご苦労様、ご苦労でした。いらっしゃいませ。すっげえメンタルだなお前。この状況でいらっしゃいませって言うのか。金だけはもらっとくわちょっとね、たまにこういうのあるんですよね。特殊なヒートアクションっていうんですかね。温めといてくれ。あれ死ぬんじゃねえかと思うけど、血沸騰しておい、よう、何か進展あったか。お前はなんかねえか。強霊界の村瀬と話してきたよ。うん、KJ アートって会社が連中のアジトだった。それでよく無事だったな。お前大丈夫だったのか。うん、俺は自分の仕事をしてきただけですから。新谷先生、12月3日夜12時頃、村瀬によればアムールは無人だった。つまりその時間、羽村が久米をいたぶってたって検察の主張とは矛盾がある。おお、いいじゃねえか。でもそれ村瀬は証言してくれんのか。いえ、ダメでした。いや、まあ村瀬が証言してくれとダメだよね、基本的にはね。村瀬のその証言は信憑性が高い。実は俺も面白いもん見つけてな。本当か。久米が羽村に拉致されてから3時間後のアムール前だ。うん、つまり夜12時頃。うんうん、画面の端っこだ。よーく見てろ。アムールに人が出入りしてたわけじゃないんで見過ごしてた。証言通り、うんうん、村瀬は本当に久米を助けようとアムールに来てたらしい。そして無人の店内を見た。あ、またそろそろ羽村の頭と話すか。カメラには映ったんだけど、ね、そういうタイミングじゃない。わかった。これから接見できるようにする。手配できたら電話してくれ。うん、電話しとけよ。いや、なかなかの情報でしたね。じゃあ一回出ようか。ん？どうした？八神さん、真冬と話したんですよね。うん。ん？ああ、話したけど。真冬、嬉しそうでした。久しぶりに八神さんと会えたって。本当？ああ、そう。でも寂しそうにも見えました。え？なんで？なんででしょう。それじゃ。じゃあちょっと待ちなのかな。よいしょと、エレベーター、エレベーターじゃなきゃ出れねえのかよ。じゃあまあ適当に時間潰せばいいのかな。おい、失礼ね。うるせえ。失礼ね。はいはい、失礼ね。はい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 。プーじゃねえ。うるさいうるさいうるさい。まあのんきに歩いて待ってればいいですかね。はいはい、通るよ通るよ。キムタクが通るよ。はーい、はーい、うるさいうるさい。キムタクが通るよ。よいしょと。さあ、なんかやってたら多分特に
目的もないから適当に歩いてたらいいかな。適当に、まあ、適当に待ってましょうかね。お、なんかいい車あんじゃん。ちょっと行ってみようか。おー、いい車じゃん、赤い車じゃん。いいね、いいね、いいね。失礼。よいしょっと。はいはい、通るよ、通るよ。通るよ。あ？待て待て、今誰だよ。おんだ、つつい。よう、つつい。おい。おい。はいはいはい、通るよ。はい。はい、バイバイ。チンピラが一人でいるときもあるどいたれよ、どいたるか。警察に電話したで、あいつ倒れてんだから。無慈悲なやつだな。めんどくさい男がメッセージが、うん、スタンプで無視しときゃいい。めんどくさいやつが聞こえなくてたら無視するけどね。まあええわって言って、だいたい無視してる。お、ビストロベッキオ。お、ああ出ました。はい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 、のんきに歩いててよ。ちょ、お前ちっけえな。お前もこれから羽村と接見できる。お前もすぐタクシーで羽村署に向かってくれ。わかった、どうも。はいはい、ちょっとビスト、あ、食べれねえの。よいしょっと、よいしょっと。じゃあタクシーまで行きましょうか。まあ、タクシーまで行くのは決まったら走っていこう。あ、出れねえのこれ。え、あー、よか、よしよしよし。はい、じゃあタクシーで。はい、うんちゃん、どちらまで行かれますか。401円に負けてくれない？それでは出発いたします。ダメか。俺の無罪は目処がついたかよ、ターボ。聞く相手が違いますよ。弁護人は俺じゃなくて新谷先生です。羽村さん、見てほしいものがあります。12月3日夜11時55分教令会の村瀬が久米を救出しにアムールに来ていました。防犯カメラに気づいた彼らはこの後裏口からアムールへ踏み込んだんです。それで村瀬はその時店内には誰もいなかったと。ああ、その時俺はサウナに行ってた頃だ、うん、久米はどうしてたんです。裏口から叩き出したって言ったろう。じゃあその前は。ああ10時過ぎ、頭はわざわざみんなを店から出して久米と二人きりになったそうですね。証言は取れてます。なんでそんなこと。いや、あの久米って野郎なんか昔のダチ公に似ててよ、それで懐かしくなったんじゃねえか。俺も酔っててよく覚えてね。気に入られるか悪かったけど酔っててよく覚えてね。ああ、確かにね。本当ですか。それにしたって人払いまでしますかね。うん、似てるだけでね。だから覚えてねっつってんだろうが。でもその割に店を出た時間だのはよく覚えてた。うん、うん、何が言いてんだお前。頭にもしアリバイがあって組をやってなかったとしても実際あんたは妙な立ち回りしてますよ。だと何か俺らに隠し事があるんじゃないですか。ああ、まあ何もねえよ。例えば真犯人をかばってるとか。何もねえっつったぞ。てめえはいいから俺のアリバイ証明してこい。俺はあの晩ずっとサウナにいた。その証拠がありゃこんなとこおさらばなんだよ。アリバイが証明できない場合に備えて他の解決法も探っとく必要がありますけど、あんたに隠し事されたらそれもできなくなる。うん、
抗争相手を監禁した挙句目をえぐって捨てた。その疑いが晴れない限り死刑だってなくはない。なのに随分余裕だな。ヤクザってのはそんなに肝が据わってるもんなのか。これがもし命乞いするにしてもその相手はお前じゃねえってことだ。じゃあ誰になら命乞いするんです。さあな。なんか隠してんだね、頭はね。隠してる何か、うん、俺も興味が湧いてきましたよ。あ、おい、ヤガミ。まあ確かに急に歯切れ悪くなりましたね。さあ、頭は結局裏口から出てったってことなんだよね。あ、表から堂々と出ればあれカメラで証拠取れたのにね。ああ、丸ごとしちゃうから。よ、いろいろ動いてたみたいだな。カイトさんだ、ここにだ。ハムラと接見してた。収穫はなかったけど。そうか。ハムラは俺らにも何かを隠してる。思ってたより奥が深いのかもな、うん、この事件。早い話が調査に行き詰まったってことか。まあね、もう少し材料が欲しい。例えばどんな。アムール出た後のハムラと被害者の足取り、うん、その目撃証言、その辺はもう町中しらみつぶしに当たるしかないかな。ターボ、今金あるか。2万ちょっとあるよ。いくら。とりあえず、あー、ギリギリねえわ。9円足りねえ多分。俺の知り合いにカムロ署のデカがいる。うん、そいつは金さえ渡しゃなかなか話せる男でな。はあ、はあ、つまり情報屋だよ。闇でサツの捜査情報なんかを横流ししてんだ。何かだいぶやべえことやってんな。ふいかもしれねえぞ。なるほど、汚職警官か。うん、綾部ってデカだ。おうおう、よくテンダーに出入りしてる。テンダー。ああ、やつに会いたいときはみんなテンダーを覗きに行くんだよ。あそこのマスターに聞いてみな。3万持って、ああ、29,991円しかないね。ちょ、カイトさん10円貸してくれ。カイトさん10円、10円で足りるんだわ。あとダメ？ダメか。じゃあ恵比寿屋寄って、なんかザコぶん殴ったときにあの皿とかもらえてたんで、それ売りましょうかね。はい、じゃあまあテンダーの近くまで来ました。じゃあ入ってきましょうかね。マサ、綾部いる？綾部、綾部って誰？マサ。マスターちょっといいか。うん、なんだい。綾部ってデカ知ってるだろ。ああ、でもここ何日か来てないな。うん、来てないの。綾部さんに言おうか。まあね、タイミングが悪かったか。うん、大丈夫。来たらターボーのこと伝えとくから。それよりせっかく来たんだ、飲んでいきな。一杯店のおごりでいい。マジで？ん、なんで。前に来た時お前さんに仕事を頼めるかもって言ったろ。うん、覚えてるか。そうだっけ。それで、その仕事をやっぱキャンセルするって言われちゃってな。聞いてみたらなんかヤクザに殴られたんで仕返しがしたいって話だったんだけど。なんだそれ、探偵に頼む話か。まあでも仕返しする必要がなくなったんだってさ。自分で見つけて殴り返したのか。そうじゃなくて、なんとそのヤクザ事件を起こして逮捕されたんだよ。あ、ハブラのことか。ほら、例の目玉えぐられた死体の。え？じゃあそのヤクザってハムラの頭だよ。驚きだろ。3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでた。 あったね、ヤクザに。ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど、12時とかもう少し遅い時間だったかな。
それもう少し詳しく頼むよ。いや、俺が聞いたのは今ので全部。あとは当人に聞いてくれ。意外なところでアリバイ出そうな。そういえばそうだったね。うん。そいつの名前は？セイヤって呼ばれている。セイン、セイヤ。通りにスターダストって店が。はあはあ、スターダストね。そこのホストだよ。龍が如くの方で、よく、なんか、ワンからあるホストだよね。イケメンのオーナーとゴリラみたいな店長がいるって噂の。じゃあスターダスト向かいましょうか。はい、というわけでね、スターダストの近くまでやってきました。じゃあ早速入ってきましょうかね。ここだね。これか、スターダスト入るかな。あ、入らない。あ、この人か。ちょっといいか。はい、いいか。何ですか。この店に勤めている聖夜ってやつに用事がある。ちょっと呼んでもらえないか。聖夜さんですか。ああ、今いないですね。いないの。なんだ、休みか。いえ、今ちょっとお客さんと同伴中でして。同伴ってことはどこか別の場所で遊んだり飯食ったりしてるってことか。今日で3日連続ですよ。聖夜さん、いい客捕まえたな。そっか。何時頃出勤してくるかわかるか。いや、ちょっとそこまでは。そんなに遠くにはいないと思うんですけどね。そっか、わかった。ありがとうな。そこら辺のぷよ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 でもやってんじゃないかな。ああ、同じでね。はいはい。つくもに連絡して。つくもも近いな。矢上氏、今度は何の用ですかな。ああ、ちょっと頼みがある。こないだやってくれたつぶやき検索、また頼めねえか。ぷよぷよやってねえか。何を検索するのでしょう。そうだな、スターダスト、ラリアット、せいやで頼む。ああ、検索対象の期間は今日一日のつぶやきの中からでいい。承知しました。少々お待ちくだされ。出ました、出ました。今矢上氏の画面にも出しますぞ。101件。ちょっとまだ多いようです。他に何か絞り込めるキーワードはありませんかな。そうだな、同伴かな。おお、結構絞れましたよ。よし、この数なら全部当たれそうだ。ちょっと行ってくる。ありがとうな。仕事切り上げて。この程度ならお安い御用ですよ。だから同伴の約束3つぐらいあるけど大丈夫か。見ると全部違うアカウントで同伴のあれがあったけど。じゃあちょっと向かいましょう。邪魔だ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 お前ら。はい、通るよ通るよ。ああ、また因縁つけられた。今撃てんじゃん。ああ、この子か。はいはいはい。君、スターダストの聖夜ってホスト知らない。は？聖夜？あいつが何だって言うのよ。あいつ？いや、ちょっと聞きたいことがあるんだ。この辺で女性と同伴してるみたいなんだけど。嘘でしょ？私たちをぼかしておきながら一体どこの誰と同伴してるって言うのよ。知らねえよ。あ、いや、君がその相手じゃないんなら別にいいんだ。よくないわよ。ちょっとどういうことなの。知らねえよ。悪い、俺急いでるから。はい、他当たりましょうかね。あなたですか。同伴は違うか。この辺だね。この辺に、ああ、あれか。よしよし。ちょ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 、あれ今いなかったか。あー、この人だね。よし、はい、どうも。ちょっといいかな。何ですか。君、スターダストの聖夜ってホスト知らない。あなた、
聖夜くんのこと知ってるの？聖夜くんは無事なの？同伴の約束してたのに全然来ないから、もうすごい心配で心配で。は？俺はただ彼がここらで女性と同伴してるっていうから探してるだけなんだけど、その君とじゃなかったみたいだ。え？何？聖夜くん誰かと同伴してるの？そうらしいけど、まあなんだ、あまり気を落とさないで。よかった、聖夜くん無事なのね。事故にでもあったのかと思っちゃった。聖夜くん楽しんでるのかな。ちょっと闇深そうだ、これ。この彼が幸せなら私も幸せ。黙っちゃって、矢上さんも黙っちゃうよ、そりゃ。で、あと一箇所ですね。行きましょう。あ、いや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 。隠れてやがった。はい、どうも。聖夜くん、まだかな。ちょっといい？スターダストの聖夜ってホストのことなんだけど。何、あなた。お店の人？え？いや、違うけど、ちょっと彼のことを探してるんだ。君、彼と同伴してたりはしないみたいだな。な、何よ。まさか私が聖夜くんにすっぽかされたって言いたいわけ？彼、支度に時間がかかってるだけなんだから、ちょっと待ってればすぐに来るわよ。別に何も言ってねえけど。おお、ちなみにどれぐらい待ってるんだ？それじゃ、あ、いないね。全滅か。おお。矢上修行、聖夜氏というホストは見つかりましたかな？そのヘッドホンなんだよ。3箇所全部回ってみたが空振りだった。そうですか。でしたらもう一度やってみます？え？いや、もういい。違う方法を考える。まあそう言わずに、あれから時間も経ちましたし、きっと新しいつぶやきがありますぞ。そんなちょっとで変わるもんか。まあいいや、それじゃあ頼む。ではひとまずさっきと同じワードで検索してみましょう。うん、ほら、新しいのが一件ありますぞ。矢上氏の画面にも出しましょう。時間も同伴中、今日もかなり有力っぽいですぞ。アイコンサイコロってなんで。助かったよ、つくも。お安いご用ですとも。検索機関15分以内とかそこで調べれるんだったら今日中にとかやらん方がよかったな。じゃあ、あ、それっぽいとこ行きましょうかね。はい、じゃあこの辺にやってきましたね。ここかな、この焼肉屋かな。あ、焼肉屋っぽいね。よいしょと。はいはいはい、よいしょと、ゆっくりしゅっと。はい、邪魔するよ。あんな座り方したら食う増えるかに。なあ、君が聖夜か、スターダストの。え？デート中に悪いね。少しいい？ごめんね、舞ちゃん。ちょっとだけ待ってて。何？大丈夫なの？大丈夫大丈夫。店の外でいいですな、矢上さん。お、知ってる矢上のこと。俺の顔知ってたのか。ええ、矢上さんのことはテンダーのマスターから聞いてました。ああ、そういうことか。それで仕事をお願いしようと思ってたんです。ヤクザに殴られた仕返しがしたいって。ええ、矢上さんならなんとかできるかも。元は敏腕弁護士で、探偵なのにヤクザとも対等に口が聞ける。カムロ町じゃ知られた人だってマスターに聞いたから。へえ、そんな風に言われてんだ俺。うん、あとこれは噂でだけど、依頼人のためならどんな手も使ってくれるって。それで殺人犯を無罪にしたこともあったんだ。
いや、嫌なあれは笑ってんだ、やっぱり。あれ、僕、なんか変なことを言いました。いや、いいんだ。それより、羽村の頭に殴られたって。ええ。日にちは12月3日の夜です。あのヤクザが事件を起こした日なんでしょ。間違いないのか。うん。俺は今、羽村の弁護人に雇われて事件を調べてる。君の話は裁判の重要な証言になるかもしれないんだ。そっか。僕の証言であいつが無罪になったら嫌だな。気持ちはわかるよ。でも情報が欲しいんだ。頼む。有名人に頭下げられちゃね。オーケー。八神さんに嘘は言いませんよ。マジで？うん。羽村に会ったのは夜の何時頃？12時頃かな。ピンク通り裏の九州一番星ってラーメン屋の前で。ああ、結構寂しいところ。その辺りだとサウナ御殿にも近くなかった。うん、そうだね。もう少し聞かせてくれるか。そもそも君はなんで羽村に殴られた？そんなのこっちが聞きたいよ。ただまあ、向こうはかなり酔ってたみたい。僕はその時一人で、羽村は向かいから歩いてきてた。一人でブツブツ言ってて、なんか危ない気はしたんだよね。だから目を合わせないようにしてたんだけど、やっぱり絡んできてさ。どのくらい殴られた？一発だけ、うん、でも僕しばらく顔にあざできてたんだよ。しかも歯のかぶせ物まで取れちゃって。歯のかぶせ物？その後、歯医者に。ん？次の日、すぐ行ったけど。じゃあ、診療記憶が残ってるな。証言の裏が取れる。ああ、そういうことか。で、君を殴った後、羽村はどうしてた？ふらふら歩いて、サウナに入ってったよ。ほら、さっき言ってた、サウナ御殿。だいぶ。12時頃、君を殴ったその後、羽村はサウナ御殿に入っていった。うん。うん。つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう。警察もそんな風に言ってた。いいねいいね。だいぶ。今の話法廷で証言してくれって言ったら頼めるから。オーケーだよ。お？八神さんにはオンを言っときたいし。テンダーのマスターもオンに来てくれるよね。わかった。伝えとく。待った。あともう一つ。羽村と会った時、周りに防犯カメラ。もしその映像が残ってたら鬼に金棒だ。さあ、それはわかんないな。いちいち気にしてないし。そっか。ありがとうな。また連絡する。うん。それじゃ。おお、九州一番星前ね。この久米殺しのあれがだいぶ証言取れてきましたね。これあれ、羽村無罪になるのかな。おお、電話。はいはいはい。はい、しもり。おお、ハイト社長とそのあれが、あやべの存在忘れてたわ。でも、羽村に殴られたってホストにつけた。ん？なんだそりゃ。羽村のアリバイを証明できるかもしれない。本当か？事件当日の12時頃、聖夜ってホストが羽村に殴られた後、サウナに入っていく姿を見てた。場所は九州一番星のあたり。もしその辺に防犯カメラがあったら、何か映ってるかも。今そこに向かってる。この辺りって刑事跡町。ああ、またあいつら。奨励会に見つかったら厄介じゃねえか。そんなの言い出したらどこも歩けなくなるよ。まあそうだな。しがいねえ。よし。ああ、ここ通れねえのかよ。じゃあ、早速行きましょうか。
なんなら少し前にそこでラーメン食べてる。あ、邪魔だよ。はい、じゃあ一番星の前に行きましたね。さあ、サーチモードかな。お、猫。猫。ここら辺だよね。で、ちょっとスキルを獲得しまして、あ、猫いた。こうやって調べるあれが近くにあると、振動するスキル手に入れてる。ある程度楽になりましたね。あ、監視カメラあるね。これだね。よいしょ。怪しいな。じゃあ OK だね。まだなんかあるかな。特にはないかな。終わりましょう。よし。さあ、ここのカメラで12時ごろハムラのあれが映っていれば。お、見た顔やな。誰だっけお前。村瀬。ああ、村瀬だ、村瀬。奇遇やの。奇遇だね。この間の例にたっぷり痛めつけたる。いいよいいよ、そんな俺いらないよ。このガキ会社に引っ張ったるや。いや、急にこれはちょっと。ターボ。お、海藤さん。海藤さん。邪魔すんな、ボケ。どこ行くの。お、かっけえ。かっけえ、海藤さん。なんだおら。いや、なんかすげえな。おお、教頭か。確かに。お前ら、おとなしい王女せいや。お、また村瀬との戦いかな。お、いや、ポンと持ってきちゃダメだろ。若頭補佐村瀬、本気の村瀬かな、じゃあ。いや、こんな往来で刀ダメるし、人めっちゃ見られてるしね。じゃあとりあえずブラス以外全員吹っ飛ばすか。よいしょっと。おいおいおい。お、これは馬乗りしてから行えるやつですね。先に手に入れたやつです。痛い痛い痛い。ちょちょ、邪魔邪魔邪魔やねお前。ほらほらほら。で、こうして、あれ、こういう風に複数に巻き込めるやつですね。壁蹴りの。まだもう村瀬だけかな。じゃあ、あ、一戦に変えて。ほら、お前が勝たなら。あ、何もなかった。オッケー。おお、キューティーかな。おお、かっけえかっけえ。おお、さすが木村拓哉、かっけえな。あー、これダメだ、これダメなやつだ。おお、関係ねえ関係ねえ。搭載使っちゃってよ、スーパーマー同士だ。あーあー、痛い痛い痛い。
いよ、ちょっと一戦、一戦じゃねえ、ハケだ。おいおい、痛い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 。よいしょっと、確か刀とかなんだ、あーそれダメ、なんだっけ、刃物持ってる相手だとガード効かないですよね。まあそりゃそうだわ。カイトさん死にかけてるけど大丈夫。おう、おい、おい、よいしょっと、オッケー、発見で決めた。お前らみんな見て見るふりして去ってきやがったな。収穫はあったんだろうな、多忙。多分な。ほら、あのカメラ。あれにホストを殴るハムラが映ってれば、アリバイは成立。俺らの仕事は終わりだ。映ってなかったら？そんなの考えたくもないな。何が映ってんのかお楽しみか。まあ傷害罪で訴えられるよね、次その後で。まあそこら辺は医療費とか慰謝料でなんとかできるのかな。殺人よりもいいでしょう。必要なことは全て映っていました。これは事件とは、酩酊状態にあった被告人が通行人に暴行する様子です。この直後、暴行された通行人は被告人がサウナへ入っていく姿を目撃しています。時差は4075方法で、始発まで店を出たサウナ客はおらず、つまり被告人は朝まで同店内にとどまっていました。このことから弁護側は被告人のアリバイが成立したと考え、無罪を主張いたします。あ、ヤカミを見てるね。ところで検事にお伺いします。検察は起訴前にこの映像をご存じなかったんでしょうか。警察でサウナ周辺の防犯映像を調べたところ、被告人の姿を確認できるものはなかったと、そのように聞いていました。では検事ご自身でサウナ周辺を確認しにも行かれなかった。ええ、私は確認していません。何にせよ、実際今弁護側が提示された映像はあまりに不鮮明です。被告人の姿を確認できたとの弁護側主張には同意できません。わかりました。では続いて弁護側証人を尋問いたします。おお、彼だね。大丈夫？なんか緊張してる？どうしたどうした？なんかあった？先ほどの映像の中で暴行を受けていた人物、あれはあなただということでしたね。間違いありませんか？はい、うん、そうです。ではそのあなたを暴行した人物ですが、この法廷にいますね。怖い怖い怖い。どうした？証人？どうしました？もう一人僕でも現れた。僕の。ん？僕の。勘違いでした。え？なんで？殴られているのは間違いなく僕です。うん。でも殴っているのか誰かは、わかりません。え？なんで？
なんかあった？ハムラに脅された？ハムラが怖い。裁判長、すいません、一時休廷をお願いします。ハムラが怖かった。まあ、あんな睨み方されたら怖いわな。何があった、セイヤ。僕、証言できません。ごめんなさい。え、だからなんでだよ。今朝まで全然そんなこと言ってなかったろ。さっき電話がかかってきたんです。うん、電話？電話？僕には妹がいて、うん、その携帯から知らない男の声で電話が。そいつはまた村瀬かよ。村瀬だって。またあの意味のわからんモブ顔かよ。村瀬が証言するなと言ってきたな。はい。もし証言すれば妹の帰りがいつになるか保証できないって。うわぁ、最悪だな。分かった。これ行くしかない。おい、どうすんだよ、八神。警察に相談するか。カイトさん、八神だ。今から教令会の刑事アートに行く。証人の妹が人質に取られた。手貸してくれ。どうする気だ。裁判は始まってんだぞ。自分の証人も守れねえで何が裁判だ。おお、いいこと言うね。できるだけ時間引き延ばしてくれ。聖夜が証言できるように必ず俺が何とかする。巻き込んだのは俺だ。妹さんを絶対無事に返す。約束する。また教令会のあそこに。いつまでだよ。裁判って基本どれぐらいなんですかね。一回の裁判、その判決が下るまではなんかそことかかるっぽいですけど、その一回の法廷の時間どれぐらいなんですかっていうね。気になるところです。とりあえず KJ 行くんですね。まあじゃあ今回、今回じゃあこの辺で終わって、次回 KJ アートの前で会いましょう。また、何でしょう。それではまた皆さん次回会いましょう。うん、じゃあ。